皆さんは APEX をやるとき、もちろん一人ですよね。一人でやっていないという方は裏切り者です。APEX を一人でプレイするとき、味方にどんな人が来るのか少し楽しみでもあります。もう出会うことのない一期一会の関係。ですが中にはできれば出会いたくない人もいますよね。今回はそんなできれば出会いたくない味方を紹介していきます。モサ、さあチャンピオンを狙いに行くぞと意気込み、出陣。キャラ選択画面で味方がレイスを選択。その味方のバナーが爪痕ダブハンチームワーク。強くね。さすがに強くね。僕は爪痕を狙うこともできず、2000ハンマーも10年に1回取れるかどうかのレベル。それなのに味方がこんなに強いなんておかしいです。もしかしたらスキルマッチが仕事していないんじゃないか。この味方もしかしたら代行なのかもしれない。そう思い、いざ戦闘開始。3盾。いや強くね。僕と明らかに実力が離れすぎています。味方の戦闘を遠目から見たら、一般人3人とハンマー裕次郎が戦っている光景に見えます。僕はオーガの後ろにいるただのヤジ馬。何もすることがありません。オーガに対してもありますが、敵に対しても申し訳ないという気持ちが溢れてきます。僕がやりたいのは3対3でバチバチに戦うエーペックスです。1対3の地下格闘技を見たいわけではありません。あまりにも強い味方が来てしまうと僕は何もできなくなるので、できれば同じレベルの人とパーティーを組みたいです。まあランクだったら圧倒的に強い味方が来てくれたら、ジャイアンを得たスネオのように生き生きすると思いますが、プレデターマスターパーティー、これも先ほど同様味方が圧倒的に強いという場面です。ですがこちらは先ほどと違い、パーティーを組んでいる。しかも2人ともプレデターかマスター。恐怖です。はっきり言って恐怖です。もしかしたらこの人たちが敵になっていたかもしれない。そんなことを考えてしまったら、恐怖で3日間 APEX を起動することができなくなります。足手まといになるどころか、まず味方についていくことができないと思います。僕が漁っていたらいつの間にか敵を倒しており、僕がそのデスボを漁っていたらまた違う場所で敵を倒している。僕は銃を撃たずにこの試合を勝ってしまうことになります。正直言って面白くはないです。銃を撃ち合う血生臭いゲームから、ただただマップを散歩するほのぼのゲームになってしまうでしょう。僕が求めているのはアドレナリンがドバドバ、脳汁がビシャビシャになるハラハラドキドキゲームです。みんなでゴッド行こうか。暴言、これは言わずもがなですね。敵に対しても味方に対しても暴言を言っている味方がいたら、こちらもあまりいい気分にはなれません。ではここで最近僕が出会った印象に残っている暴言プレイヤーの言葉を紹介します。暴言を言っていたプレイヤーはレイスを使っていました。レイスを使っていたので先頭に立ち、パーティーを導いてくれていました。そしてターミナルからソーラーアレイに行く道中に角待ちをしていた敵に一瞬で倒されてしまったのです。その時彼はこう言いました。なんだこいつら、オセロじゃねえんだから角取んなやと。ちょっと面白いです。荒れた口調でしかも切れながら言っていたので、ちょっと面白く僕は彼が好きになりました。彼は別の場面で敵とエイム勝負し打ち負けてしまった時、なんでこんなにエイムが悪いんだよ俺はと自分に切れていました。僕は彼から目が離せません。 VC をつけて敵味方に切れるプレイヤーは多いですが、 VC をつけて自分に切れるプレイヤーは初めてだったので、彼は雷鳥や単鳥みたいに希少プレイヤーですので、 EA が保護した方がいいと思います。親子喧嘩 VC、 暴言は暴言でも親に向かって暴言を吐いているプレイヤーをたまに見かけます。彼らは VC が入っていることに気づいていないのでしょうか。別に親子喧嘩に口を出すわけではありません。むしろ少し面白いので進んで聞きたいぐらいです。ですが一つ言わせてください。親ががっつり名前呼んじゃってます。僕は一度だけですが親子喧嘩している VC に出会ったことがあります。達也くん、彼は今も喧嘩をしているのでしょうか。なぜ喧嘩をしていたのかは分かりません。ただお母さんが、達也いつまでゲームしているのという声がバッチリ聞こえていました。もしかしたらテスト期間だったのかもしれません。達也くん、ゲームをやめて勉強しなさい。いや、もしかしたらご飯ができたから呼びに来たのかもしれません。達也くん、お母さんが怒っているよ。そう伝えてあげればよかったのですが、僕は言うことができませんでした。友達の家に遊びに行った時、友達が親に怒られている時の雰囲気を思い出してしまい、ノラですが少し気まずくなってしまいました。あの雰囲気僕は耐えられません。達也くんは今も元気にゲームをしているのでしょうか。勘違い突つ、突ってダメなの。いいえ構いません。どんどん突ってもらって構わないです。個人的にある程度突っていかないと上手くならないと思っていますので。ですが突は突でも勘違い突、これはいけません。まず勘違い突というのは何か説明しましょう。まず APEX をやる前に海外プレイヤーのキルクリップを見ます。その後レイスを使ってウィングマンピースキーパー構成にする。こうなってしまったら完全に勘違い突の前兆です。自分を海外のプロゲーマーと勘違いし、当たらないウィングマンとピースキーパーを持ち敵に突ってしまう。これが勘違い突です。キルクリップを見ると自分でもウィングマンが当たると錯覚し、プロゲーマーのようなキャラコンをできると思ってしまう。
できません。あなたはプロゲーマーではありません。僕は前にこう言いました。嫁る前に自分にあなたはインペリアルハルですかと聞きなさいと。勘違い嫁するプレイヤーは食い気味でイエスと答えてしまいます。 100m 走で隣にボルトがいたら自分はボルトじゃないと気づくと思います。ですがゲームでは気づかないものです。現実を教えます。あなたはインペリアルハルではありません。この言葉を寝る前にノートに100回は書いてください。自己中。Apex は3人仲良く勝利を目指していくゲームです。3人で一緒の行動をしなければ勝つことが難しくなります。そんな Apex の自己中心的プレーとは何なのか。代表的なのが単独行動。一人で敵の方に向かい、一人でやられていく行動。これが単独行動です。モサなら単独でも敵を倒せると思いますが、モサじゃない方がやったらただの足手まといです。味方に迷惑がかかってしまうだけです。ただこれが1人だけならいいです。自己中が2人揃ってしまったらもうどうしようもありません。地獄です。ナルトとサスケのようにお互い別の地に向かって走っていきます。この時初めてサクラの気持ちがわかります。それぞれ別の地でどんどん敵を倒してくれればいいが、どちらもダウンします。はチーター、味方にチーターが来てしまった。どうしたらいいですか？連続で三盾をかましている味方さんが来たらちょっと怪しんでしまいます。でももしかしたら本当に強いだけなのかもしれない。僕よりも格上というだけの可能性があるので味方さんについていくことにします。正直味方さんが上手いだけなのか、本当に人外プレイをしているのか僕には区別がつきません。しかし試合を進め、くしくも自分のミスでやられてしまった。味方さんのプレイを見て学ぼう。いやチーターかい。がっつりチーターやないかい。僕の味方さんに対する良心を返してもらいたいです。もし味方がチーターだと分かったらどうすればいいのでしょうか。わざとやられるにしてもポイントがもったいないし、真面目に戦っても敵から通報されるだけ。どうすればいいですか。とりあえずみんなで海物語打ちましょうか。メインキャラを使い即抜け。皆さんのメインキャラは何ですか？ Apex は同じキャラが使えないのも面白い要素の一つです。ですがそれが残念な点でもあります。僕のメインキャラは Apex で最も強いと言われているランパートです。前まではランパートを使っている人があまりいなかったので確実に使用できていました。ですが最近ランパートを使う人が増えてきています。これは嬉しいことです。ランパートの強さに時代が追いついてきた。みんな気づいたと思っています。ですがランパートを取ったにもかかわらず降下する前に抜けてしまう人がいるのですが、あれは何でしょうか。なぜよりによってランパートを選択して即抜けするのでしょうか。メインキャラを使われるのは全然いいです。ですがそれで即抜けはちょっと許せません。しかもこっちは画面を見ていなかったから全く使ったことない老婆になっています。いやこれは僕が悪いですね。ただこれだけは言わせてください。ランパート譲ってください。それだけが僕の望みです。初動かぶせプレデター。初動かぶせが嫌われるというのは Apex をやっていたらなんとなく理解できると思います。周りに敵がいたので仕方なく初動かぶってしまった。全然ありです。周りに全く敵がいないのに初動がかぶった。まあギリ許せます。ただ周りに全く敵がいないにもかかわらず初動かぶりからの漁る方向一緒、漁る家が一緒の味方さんがたまにいます。親と一緒に買い物しているわけではありません。別に一緒の行動しなくてもいいのですが、なぜ彼らは一緒の方向についてくるのでしょうか。しかもオクタンだった場合スキルを使って僕を抜き去り一歩先を漁っています。僕はオクタンが拾わなかった残飯をせこせこと漁ることになります。しぶしぶ僕が違う家に行くことになります。しかもこういった味方さんはなぜか僕に対抗心を持っているので、僕が開けたサプライボックスをサッカーのように体を入れてきてフィジカルでアイテムを全てかっさらっていきます。すでに競技が変わってます。道にはスナイパーストックレベル1しか残っていません。皆さん初動かぶせプレデターには気をつけてください。アイエンカ、大砲一家ことバンガロール、使ったらヒゲが伸びる速度が速くなると言われているバンガロールですが、使う際には注意が必要です。それがバンガロールのスキル、スモーク、車線を切りたいとき、デスボを漁るとき、嫌がらせをするとき、逃げるとき、いろんな使い方があります。確かにスモークは強いときは強いですが、たまに邪魔なときがあります。それが打ち合っているときです。敵と味方が打ち合っているところにスモークをポンするとどうなるかわかりますか。両者敵を見失い銃を闇雲に撃つ人形になります。もはや IQ1 です。この時は赤ちゃんよりも低くなっています。使いどころによってはバンガのスモークはヘナトスよりもデバフ効果があります。時々アイエンカが味方に来ると誕生日パーティーのクラッカーのようにいつでもどこでもスモークを放出し、喫煙所以上にマップが煙だらけになる時があります。アイエンカの方々には申し訳ないですが、スモークは少し控えていただけると嬉しいです。レプリ独占。レプリケーター、バッテリーを作れてアーマーも育
てられる。かなり便利で、ランクの時は多くの方がお世話になっていると思います。ただフラトラ使いからは憎まれている。そんなレプリケーターを使う際、人格プレデターの人はどうするか知っていますか？一つしか使えません。レプリケーターはみんなのもの、そう思い一つだけしか使用しません。きっとこの人は居酒屋のトイレも綺麗に使っていると思います。では人格ブロンズはレプリケーターを使う時どうしますか？占領します。味方が使うことなんか考えておらず、占領してバッテリーを作ってると思います。一つだけしか使うなとは言いません。ただ順番待ちをしているにもかかわらず占領するのはやめていただけないでしょうか。僕もバッテリーを作りたいんです。バッテリーが足りないんです。僕がゲームセンターに通っていた時、湾岸を占領しているアンちゃんたちがいました。そんなアンちゃんたちを思い出す瞬間でもあります。敵ピン連打。 VC が繋がっていないからノラのパーティーでよく起きる問題が敵ピン連打です。敵と対面勝負、あとちょっとというシーン、ダウンしてしまう。そんな光景皆さんもあると思います。その時皆さんはどうしていますか？ピンを連打しますよね。デコピンをすれば敵を四つん這いにさせられるぐらい削った。なかなか味方が詰めてくれない。なんてもどかしいのでしょうか。そんな時にするのがピン連打です。このピンを連打する行動は敵が激浪ですという意味なのですが、シルバーの12たちはピンをどのくらい連打されたら敵が激浪アピールなのかわからないと思います。ここでシルバーの門番が一つ覚えて損がない知識を教えます。どうした？壊れたか？と思うくらい味方がピンを刺したら敵が激浪という意味です。そんな時は自分の回復を中断し敵を撃つ行動をとってもいいかもしれません。ただ味方がピンを連打しているにもかかわらず敵がオリハルコン並みのカッチカチのアーマーを着ている時がありますが、そんな時はまあドンマイです。といった感じで味方に来てほしくないプレイヤーでした。あなたはどんなプレイヤーが味方に来たら嫌ですか？ぜひコメントお願いします。ということで最後までご視聴ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。終わり。